俺の名前は氷上直球。曲がったことが大嫌い。名前の通り今までまっすぐに生きてきた。今日はそんな俺の晴れ舞台、子供の頃から大好きだった広島カープにドラフトで指名されたんだ。俺が注目されたのは、高校最後の夏、県予選で投げた渾身の一球だ。球速は世界最速171キロを計測した。子供の頃に昔のプロ野球選手の映像で見た、あのカープの選手みたいになれるように、がむしゃらにストレートだけを磨いてきた結果だ。俺に変化球なんて必要ねえ。誰にも打たれないまっすぐと、スタミナがある。名前の通り直球一本。それでプロのバッターたちもねじ伏せてやらー。見ての通り、俺はまっすぐとスタミナだけは誰にも負けねえ。コントロールは濃厚やろうって言われてきたけど、まあなんとかなるだろう。俺は無事開幕一軍、先発ローテ入りをつかみ取り、4月1日の本拠地3戦目、タイガース戦でプロデビュー戦を迎えた。対するタイガースの先発は、右の西、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。いよいよここからが俺のスタートだ。俺のまっすぐで粉砕してやるぜ。しかし気合とは裏腹に、俺は初登板初勝利とはいかなかった。球数118球、被安打8、奪三振3、四死球5、5失点という内容。何より一番悔しかったのは、誰にも負けねえ自信のあったまっすぐを、大山さんにホームランを打たれたことだ。プロ2戦目は、神宮でのヤクルト戦。試合には、勝利したものの、俺の初勝利はお預け。今日は四死球7と、コントロールがいつも以上に大荒れ。だがその割には4失点で済んだが、やっぱりホームランを2本も打たれたことだけが気に入らねえ。プロ3戦目は甲子園での阪神戦。この試合でプロ入り初勝利を達成した。初めてのヒーローインタビューだぜ。俺の名前は氷上直球。名前の通り直球一本で、これからもねじ伏せていくぜ。俺は6回を投げて、被安打5、四死球1の1失点。今日は四死球が少なかっただけじゃなくて、奪三振も2桁11個も取ることができた。直球1本でも、プロで通用することを証明したぜ。その後月日は流れ、前半戦終了。防御率 5.33、4勝6敗という成績。この成績には全然満足できてねえ。絶対に、後半戦で巻き返してやるぜ。何ですかコーチ。お前後半戦も先発で行きたいなら、しばらく2軍に行って変化球覚えてこい。それが嫌ならリリーフに配置転換だ。ちょっと待ってくれよ。俺は直球1本って決まってんだ。それに先発にもこだわりがある。リリーフなんて俺のスタミナが活かせねえじゃないですか。まあ確かにお前はスタミナがあるからイニングは稼げるな。ただイニングを稼ぐ前にフォアボールで自滅したり打ち込まれたら意味ないぞ。頼みますコーチ。後半戦は絶対活躍するんで、このまま行かせてください。結果が出なかった時は、どうなっても知らんぞ。おう、俺はどうなろうと、構いませんよ。こうやって自分のわがままを押し通したものの、結果は無残な結果に。終わってみれば、後半戦1勝もすることができず、防御率 6.07、4勝11敗という、散々な結果に終わってしまった。な、情けねえ。チームの順位も、最下位。今年のペナントレースは巨人の独走に終わった。俺は投球回123回と、チームで4番目に長いイニングを投げた。勝利数は、6位タイ。敗戦数は、床田さんと並んで、チームで一番多い数だった。完封はできなかったが、完投は1回達成。
奪三振数は、チーム2位。まっすぐだけでこれだけの数取れたのは、今後の自信になったぜ。四球の数は、チーム1位。やっぱりプロは、球が速いだけで振ってくれる、高校野球とは大違いだぜ。俺が一番ショックだったのは、基本塁打の数だ。チームトップの25本、俺のまっすぐが、こんなにもスタンドに掘り込まれるなんて、ショックすぎるぜ。俺は1年間先発ローテを守りきったものの、新人王は同じチームの栗林さんだった。月日は流れ、初めての契約更改の日が来た。やあやあ、ひかみくん、そこに座りたまえ。失礼します。コーチから聞いたんだけどね、君、変化球を覚える気はないのかい？はい、俺は名前の通り、直球一本でここまで来ました。これからも、そのスタイルを変えるつもりはありません。そうか、それなら、先発ではなく、リリーフに転向する気もないのかい？俺は最高のまっすぐを投げるために、走り込みもやってきました。その結果、誰にも負けない直球だけじゃなく、スタミナも手に入れたんです。直球一本だけじゃなく、先発にもこだわっていきたいんです。そうか、よーくわかったよ。わかってもらえて、よかったです。ひかみくん。はい。君はクビだ。マジかよ、一年間一軍の先発ローテで投げた選手が、一年目でクビなんてありえるのか？これは夢だろ。ひかみ。コーチ。話は球団関係者から聞いた。お前これからどうすんだ？どうすんだも何も、俺はクビになったんだから、無職ですよ、ははは。何言ってんだ、まだトライアウトがあるだろ。トライアウト？なんすかそれ。お前、トライアウトも知らんのか。あ、泳いだり自転車こいだりするやつっすか。それはトライアスロンなぁ。トライアウトとは、クビになったけど、まだ現役続行を希望する選手が、各球団に最後のアピールをする機会のことだ。それで他球団に契約された選手も、毎年いるんだぞ。おぉ、ってことは、俺はそのトライなんとかにエントリーして、結果を残せばまだプロ野球選手でいられるってことっすね。まあ、どんなにいい結果を残しても、獲得されないことも多いけどな。よっしゃー、まだチャンスがあるなら、俺はそのトライなんちゃらにかけてみるぜ。そして、月日は流れ、トライアウトの日が来た、俺は絶対に生き残ってやるぜ。第9。投げた。牛、まっすぐは走ってる。投げました。追い込んだぞ。タイミング合いません。投げました。ち、つられねえか。もう一回。完全に外れたボール。さあ、投球は5球目。ほら、じゃあ。今日の俺の球なら、いけるはずだ。今度は左バッターか。ひかみ一旦足元のロジンバックに触った。第9。ほら決まった。ストライク。いきなり169キロ。第2球投げました。ストレートはボール。第3球を。やべ、コントロールだけは気をつけねえと。投げた。牛、追い込んだぜ。追い込んでから第5球。ほらじゃあ。ふう、こうして俺のトライアウトは無事に終わった。あとは獲得希望の球団からの連絡をひたすら待つのみ。どこでもいいから連絡が来るといいんだけどな。続く。俺の名前はひかみ直球。名前の通り、直球だけを磨いてきた男だ。俺が注目されたのは高校時代。俺が投げるストレートは何本も金属バットをへし折ってきた。そのせいか、バット折りのひかみというあだ名もついちまった。俺は去年、広島カープを1年でクビになったが、トライアウトで好投したのもあり、楽天に拾ってもらった。楽天に恩返しできるよう、絶対今年は活躍してやるぜ。俺の能力は、去年と全く変わっちゃいねえ。セリーグでは、俺の直球は通用しなかったが、
パリーグでは絶対通用するはずだ。楽天での初登板は開幕3連戦の3戦目。ここまで2連勝といい開幕ダッシュを切れたからな。俺が水を差さねえようにしねえと。対するファイターズの先発は右の池田、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。右のさあパリーグでの俺のデビュー戦だ。俺は楽天デビュー戦をなんと完投勝利で挙げることができた。ヒーローインタビューだ。俺は直に直球、誰にも負けねえまっすぐね、楽天の優勝に貢献するぜ。イーグルス2点差で勝ちました。勝利投手は氷上、敗戦。俺は打者30人に対して被安打後3奪三振1四死球1失点の内容だった。課題のコントロールも今日は安定してたぜ。しかし登板2試合目3試合目となかなか思い通りの投球はできず、イーグルス敗れました。さて今日のヒーローは勝利。イーグルス悔しい敗戦です。さて本日のヒーローはグラシアル。今日月日は流れ交流戦。俺は広島戦で登板することになった。首にしたことを後悔するくらいのピッチングをしてやるぜ。右の遠藤、対するイーグルスの先発は右の氷上。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。気合を入れて投げ込んだものの結果は敗戦、畜生。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。俺は5回途中被安打6、3奪三振、5四死球、3失点という結果だった。おいしかみコーチ、お久しぶりです。楽天に拾ってもらって本当によかったな。それはそうと、お前まだ直球一本だなんて無茶なことやってるのか。もちろんです。俺は名前の通り直球一本、このスタイルは変わりませんよ。でもパリーグでもそのスタイルは通用していないみたいじゃないか。大丈夫です。もっとまっすぐを磨いてもっと速い球を投げられるようになれば誰も俺のまっすぐは打てなくなりますよ。まあお前の野球人生が悔いのないようにこれからも頑張るんだぞ。はい、ありがとうございます。コーチにはこう言ったものの、球がそんなに急に速くなるわけもなく、前半戦終了時点でまさかの借金6。このままじゃまたクビになっちまう。絶対に後半戦巻き返すぞ。俺のやる気とは裏腹に後半戦も全く勝ちは増えず、終わってみれば防御率 7.15、 4勝14敗と広島時代よりもひどい成績で終わってしまった。情けねえ。楽天の順位は5位。俺の負けさえなければ最低でもクライマックスには進めていただろうに。本当に申し訳ねえぜ。俺はチーム4位の投球回129と3分の2イニング投げた。チームでの勝ち星は6位タイ。負けの数は俺が1位だった。結局今年の完投は初登板の1試合目だけ。奪三振数はチーム3位。俺のまっすぐは三振を取れるけど打たれもする。何かが足りないんだろうな。四球の数はチーム2位。コントロールがもっと良くなれば俺のまっすぐももっと打たれなくなるのか。本塁打の数はチーム1位。広島の時もだったがホームランが多すぎるな。もっと重い球を投げれさえすれば。月日は流れ契約更改。やあやあ氷上くん、そこに座。失礼します。あ、座らなくていいよ。え、首だ首だ。
不憫だ。2年連続でクビなんて、なんでだ、俺のまっすぐは、誰よりも早いのに。畜生、畜生。あん、何の音だ？畜生。壁が、陥没してる？あいつ何者だ？よう、青年、結構いい玉ホールじゃねえか。誰だおっさん、あっち行け、偽物じゃねえよ。はは、生意気なガキだな。まあ、俺も昔はこんなクソガキだったけどな。どうだ、俺と勝負しねえか？ははは、おっさんが俺と？笑わせるぜ、俺のまっすぐが、おっさんに打てるわけねえだろ。よし、投げていいぞ。手間だ勝負するって言ってねえだろうが。たく、なんなんだよこのおっさん、俺の球見て、正面ちびっても知らねえからな。打てるもんなら、打ってみんな。どうした？早すぎて、手も足も出ねえだろ。なるほど、そういうことか。ほんじゃ、打たせてもらうぜー。なにくらえ、またこれで。くそ。おうら。てい。それ。ふんが。わかんな。いやー、飛んだねー。いい暇つぶしになったわ、ほんじゃなー。おい待て、あんた一体何者なんだ？あん、通りすがりのただのおっさんだよ。あばよ。俺の球をいとも簡単に、プロの連中でも、あれだけ完璧に打ったやつはいねえぞ。よう、俺だ、久しぶりだな。ちょっと面白そうなやつを見つけたんだよ。面倒見てやってくれねえか？俺の名前はひかみ直球。直球一筋で、ここまで成り上がった男だ。俺が注目されたのは、高校時代。世界最速、171キロのストレートで、奪三振の山を築き上げた。俺は広島カープ、楽天をクビになったが、今度は今こうして中日ドラゴンズに世話になることになった。というのも、セパ両リーグで俺のストレートが通用しなかったことに、俺はひどく落ち込んでいた。トライアウトすら受けずに、諦めかけていたところに、突然中日ドラゴンズから一本の電話が来て、テスト生としてキャンプに参加することに。キャンプではある臨時コーチから、重い球について指導を受け、俺は重い球を身につけることに成功した。俺の練習態度なども評価され、シーズン開幕直前に、無事支配下選手になることができたんだ。こうして、ようやく初めての特能、重い球を身につけた。これで、俺の課題の一つだった、基本塁打の数が、どれくらい減るか、楽しみだぜ。俺は、テスト制から支配下選手になったばかりなのに、なんと先発ローテーションの一角を任されることに。中日での初登板は、開幕して4試合目、ホーム名古屋ドーム開幕戦となった。名古屋ドームなら、俺もきっといい成績を、残せるはずだ。俺は3回までは無失点に抑えていたものの、4回に大炎上、情けねえ。結局、3回3分の1を投げて、6失点という無様なデビューに。ただ、ホームランだけは打たれなかったのが、せめてもの救いだった。登板2試合目は、再び名古屋ドーム。俺は6回途中まで投げたものの、勝敗はつかなかった。名古屋ドームというのもあるのかもしれねえが、俺のまっすぐは、明らかに重い球の効果を、感じられる投球内容に。そして、登板3試合目となる東京ドームでの巨人戦、俺は中日での初勝利を達成することができた。さて、
ヒーローインタビューだ。俺は新たに身につけた思いなまで、絶対に今年は活躍してやるぜ。ドラゴンズ2点差で勝ちました。俺は8回を投げて、被安打4の1失点。ここまでホームランは1本も打たれてねえ。俺のまっすぐは、間違いなく進化している。月日は流れ、交流戦。俺は去年世話になった、楽天戦で登板することになった。俺の重くなったストレートで、絶対に抑えてやるぜ。対するドラゴンズの先発は、ルーキーの木上。この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなくプレイボールです。しかし、俺は意気込んだものの、4回に炎上してしまい、負け投手になっちまった。俺は3回3分の2を投げて、7失点。重い球を見せつけるつもりが、2本もホームランを浴び返り打ちに、情けねえ。前半戦が終了し、防御率 4.27、4勝5敗という成績。一つ負け越してはいるが、明らかに今までとは違って、手応えが感じられる成績になってるぜ。やあ、ひかみくん。おお、臨時コーチじゃないですか。僕が教えた重い球、いい感じみたいだね。はい、おかげさまで、ホームランを打たれるのも減り、成績も良くなりました。ところで、これは極秘に入手した情報なんだけど、どうやら君は今シーズン勝ち越さないと、クビになるみたいだよ。本当ですか？チームの順位にもよるだろうけど、いかんせん君はテスト制からの支配下登録だったからね。フロントは使えれば儲け物っていうのが、本音なんだろう。そうですか。でも、俺には臨時コーチに教えてもらった重い球があります。実際に手応えも感じているし、俺、絶対勝ち越して、生き残ってみせますよ。期待しているよ。といったものの、終わってみれば、防御率 5.09、6勝10敗と、4つの負け越しという結果に。でも、広島や楽天時代に比べたら、数字は良くなっているんだ。まだ、俺には何かが足りないんだろうな。中日の順位は、最下位。これで、俺の首はほぼ確実だろうな。俺は、チーム4位のイニングを投げた。勝ち星は、チーム4位対、チームトップが8勝だし、実はそこまで悪くないんじゃねえか？負けの数は、3位。俺より負けてる人がいるが、俺は防御率が悪いからな。完封の数は、なんと大野さんと対。これは、自慢できるな。奪三振数は、3位。変化球がなくても、俺はまっすぐだけでも三振が取れるからな。失球の数は、チーム2位。これは、去年の楽天時代と、同じ数字だな。基本塁打数は、チーム2位。重い球の効果で、今までよりもかなり数を減らすことができた。これで、俺の課題が一つ完全に解消されたぜ。月日は流れ、契約更改。やあやあ、ひかみくん、そこに座りたまえ。失礼します。君には申し訳ないんだがね、来年の契約はなしだ。チーム状況がチーム状況なだけに、理解してほしい。わかりました。自分をテスト生として迎え入れてくれ、さらには支配下登録までしてもらいました。それに1年間使ってもらって、感謝しかありません。君にはロマンを感じる。これからもそのまっすぐな姿勢で、頑張ってくれ。はい、俺もこの1年で新たな手応えを感じたので、今年はトライアウトを受けてみます。そうか、同じセリーグ球団に入団することになったら、お手柔らかに頼むよ、わっはっは。月日は流れ、トライアウトの日。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは山下。ここでアピールして、絶対にプロに生き残ってやる。ストレート見送ってストライク、いきなり170キロ。投げた、見送ってボール。第3球を。
牛、追い込んだ。ち、釣られねえか。ふんす、うっしゃー。空振り三振。ふう、アピールはできた。あとは連絡を待つだけだな。ナイスピッチング。臨時コーチ、見に来てくれたんですね。いい球だったぞ。さあ、他球団から連絡が来るまで、しっかり特訓だ。はい、俺もっと、自分のまっすぐを磨きたいです。俺の名前は氷上直球。直球一筋で、ここまで成り上がった男だ。俺が注目されたのは、高校時代。世界最速の直球だけでなく、濃紺でも有名だった。その濃紺のおかげで、破壊神というあだ名がついたくらいだぜ。俺は無事プロ入りしたものの、広島、楽天、中日と、1年ごとにクビになったものの、トライアウトの活躍で、今回はオリックスに拾われることになった。また、俺はトライアウト後、中日時代の臨時コーチの指導で、重い球に続き、伸びのある球を手に入れることができた。さらに強化された、俺のまっすぐ。これで今年こそ活躍して、絶対に来年の契約を、掴み取ってやるぜ。俺のオリックスでの初登板は、地元京セラドームの開幕戦。相手はホークスだ。重い球に続いて、伸びのある球になったんだ。俺のまっすぐは、絶対に通用するに決まってる。さあ、間もなくプレイボールです。しかし、俺のオリックスでの初登板は、大敗で終わってしまった。俺は5回、100球を投げて、被安打7の、5失点。なんとも言えねえ投球内容で、オリックス初登板は黒星スタートとなっちまった。2戦目は、千葉でのロッテ戦。乱打戦を制し勝利。オリックスでの初勝利を決めることができた。俺は6回3分の1、152球を投げ、9安打6失点、だが、自責点は4だった。初勝利にはなったが、まだ残っている課題は、ズバリコントロールだな。月日は流れ、交流戦。俺は去年まで所属していた、中日戦で先発することになった。名古屋ドームは投げやすいマウンドだからな、ここで恩返しの、勝利を収めてやるぜ。さあ、間もなくプレイボールです。俺は5回までノーヒットと、自分でも驚きのピッチングだったが、7回に捕まり、逆転負け。畜生、5回までは完璧なピッチングだったのに、これは悔やまれる一戦になったな。前半戦が終了し、防御率 6.38、3勝8敗と、俺は大きく負け越してしまった。伸びのあるまっすぐになったはずなのに、中日時代よりも悪い成績に、情けねえ。でも必ず、後半戦巻き返してやるぜ。オリックスは、シーズン3位になり、クライマックスステージに見事進出。1勝1敗で迎えた第3戦、なんと俺が先発に指名された。俺にとって初めてのクライマックスシリーズ、しかも大事な一戦。やってやるぜ。しかし、俺はあっけなく山賊打線に粉砕されてしまった。情けねえ。さあ、本日のヒーローは2名。俺は3回を投げて、被安打は5本だったものの、ホームランを2本浴び、5失点。後続の野海さんも打たれてしまい、結局クライマックスファーストステージで、オリックスのシーズンは終わってしまった。俺は後半戦も成績を伸ばすことができず、防御率 6.39、5勝14敗という、散々な成績に。新たに伸びの特能がついたはずなのに、俺にはまだ、何かが足りないんだろうな。オリックスは、
シーズン3位。俺は全然貢献できなかったし、クライマックスの先発まで任されたのに、期待に応えることができなかった。今年もまた、クビになることは、ほぼ確定だろうな、あはは。俺はチーム5位のイニングを投げた、中日の時とは、ほぼ変わらなかったな。勝ち星は、6位タイ。先発としては、全然ダメだったな。負けの数はチームトップ、せめてイニングだけでも稼げれば少しは貢献になったんだろうけど、それもできていなかったな。完投は、まさかのゼロ。先発にもこだわりがあってゼロ回じゃ、話にならねえ。奪三振数は、チーム4位。これも中日時代とほぼ変わらない数字、伸びがついたのに、なんでなんだ？四球の数は、チーム2位。まあ、コントロールは、相変わらずだな。基本塁打は、チーム1位。中日時代より、10個も増えちまった。重い球でかなり数が減ったのに、また元通り、パリーグにホームランバッターが多いから増えたのか？月日は流れ、契約更改。やあやあ、ひかみくん、座りたまえ。失礼します。まあ普通だったら君は当然クビなんだがね、あと1年だけ契約してあげようと思う。本当ですか？ただし、一つ君に提案があってだね。提案？何ですか？君には来シーズン、うちのクローザーをしてもらいたいのだよ。クローザーですか？平野くんももう年だしね。次のクローザーも、まだ不安定だし、君のあのまっすぐは魅力的だからね。君がクローザーで成績を残してくれれば、うちのクローザーの問題も数年は問題なくなるだろう。すみませんオーナー、俺はまだ先発にこだわりたいんです。そうか、先発にこだわりか。なのでクローザーになるのが条件での契約なら、俺はクビでも構いません。いや、先発にこだわりがあるというのなら、それでも構わないよ。ありがとうございます。もし来シーズンも先発で結果を残せなかったら、俺はクローザーでも何でもやります。何を言っているんだね、ひかみくん。来シーズン先発で結果を残せなかったら、君はクビだよ。そんな。プロの世界を舐めてもらっては困るよ。来シーズン、君は勝ち越せなかったら、クビだ。わかりました。何はともあれ、俺はとりあえず初めて契約更改してもらうことができた。来シーズン勝ち越せなかったらクビだけど、今は先のことは考えるのは予想。この秋季キャンプ、そして春季キャンプでさらに一皮むけてやるぜ。おいひかみ、お前投げてみろ。うちの主力相手だからな、全力でいけよ。うっす。まずはラオウこと、杉本さんか。球速はいまいちだな。ああ、もっと厳しい、インコースに。うっし、まずは三振。次は吉田さんか、甘いコースだと、持っていかれるぜ。うし、いいぞ。ほら。ふう、どん詰まりだな。次は T さんか。とにかく、インコースを攻めるぜ。せい。ふう、あぶね。ナイスピッチング。臨時コーチ。ひかみくん、君の伸びのある球は、実はまだ未完成なんだ。未完成？君のまっすぐはもっと伸びる。このオフまた特訓だ。でも、コーチは中日の臨時コーチのはずじゃ。ははは、あくまでも臨時コーチだからね。シーズンオフは自由人さ。それならよかった。よろしくお願いします。俺の名前はひかみ直球。直球一筋で、ここまで成り上がった男だ。
俺は広島、楽天、中日と1年ごとにクビになってきたが、初めてオリックスに契約更改してもらい、生き残ることができた。しかし、今シーズン勝ち越さないと、俺はまたクビになっちまう。そうならないように、中日時代の臨時コーチと特訓し、俺はさらに伸びのある球を手に入れることができた。重い球に続いて、伸びもこれで完全マスター。去年は伸びがついた割に全然成績に反映されなかっただけに、今シーズンどれくらい良くなるか、楽しみだ。そして、俺はなんと、シーズン開幕戦に先発で投げることに、エースの山本さんで確実に勝っていくローテなのか、それとも俺の勝ち越しを阻止するためのオーナーの陰謀なのかはわからねえが、俺が生き残るためには、一戦必勝、何が何でも勝ち越すのに、変わりはねえ。俺は6回3分の2を投げて、2失点の好投も、リリーフ陣が逆転されてしまい、開幕戦は勝つことができなかった。126球、被安打6、7奪三振、5四死球、今年の課題も、やっぱりコントロールになるだろうな。2試合目の登板は、千葉でのロッテ戦。初回から大量リードをもらい、俺は今シーズン初勝利を挙げることができた。ラオウ杉本さん、感謝感謝。俺は8回135球、9安打8奪三振、1四死球の3失点。暴投はあったものの、四死球は1個と少なかった。3試合目は西武戦、去年のクライマックスのリベンジに燃えた登板。しかし、7回に捕まってしまい、リベンジを果たすことはできなかった。6回3分の2を投げて、6安打5奪三振、四死球は2個で、3失点。6回まで無失点に抑えただけに、悔しいぜ。月日は流れ、交流戦。俺は中日戦で先発することになった。去年は5回までノーヒットに抑えるも、7回に捕まって負け投手だったからな。今年は絶対に勝ってやるぜ。さあ、間もなくプレイボールです。俺は初回に2失点するも、粘りの投球で、9回まで投げ切る。勝ちはつかなかったが、チームはさよなら勝ち。俺は伏見さんと一緒に、今日もヒーローに選ばれた。本当に今日は2人とも大活躍でした。俺は9回141球、8安打6奪三振、2四死球、4失点。まあ、チームが勝ったし、何も言うことはねえ。ひかみくん。臨時コーチ、見に来てくれたんですね。今年は伸びのある球を完全にマスターして、いい感じみたいだね。臨時コーチのおかげです。でも、まだシーズンは長いので、気を抜かずに最後まで投げ切って、必ず勝ち越して生き残ってみせます。君の今のまっすぐなら、絶対大丈夫だよ。残りの試合も頑張ってね。はい、頑張ります。前半戦が終了し、俺は防御率 3.69、7勝5敗と、2つの貯金で折り返し、伸び B ではほとんど変わらなかったけど、伸び A になって、確実に成績が良くなった。後半戦バテさえしなければ、このまま勝ち越して来シーズンも、契約してもらえるぜ。しかし、俺は後半戦思った以上に勝ち星を伸ばすことができず、終わってみれば、防御率 3.97、9勝9敗という成績に。でも、俺にとってはキャリアハイの成績、伸びのある球の、凄さを身をもって実感できるシーズンになった。去年はクライマックスに進出することができたが、今シーズンオリックスは4位。去年より順位を落としてしまった。俺はチーム3位の投球回、去年より30イニング近く増えたな。勝ち星は、3位。去年15勝の山本さんが、今年不調だったのが、チームとしてでかかったな。負けの数は、4位。まあ、今年はイニングも稼いだし、チームの役には立てただろう。去年0回だった完投数も、今年は3回。
やっぱり、クローザーに転向せずに、先発にこだわってよかったぜ。奪三振の数は、チーム4位。伸びが伸びたおかげで、去年より数を増やすことができた。それにしても、不調とはいえ山本さんの奪三振数はすげえな。失球の数は、チーム1位。去年とほぼ変わらないが、あとの俺の課題は、コントロールだな。基本塁打の数も、チーム1位。伸びも重い球もついたし、あとはどうしようもないな。月日は流れ、契約更改。やあやあ、ひかみくん、座りたまえ。失礼します。あれ？そういえば今年の成績は9勝9敗のどんどんだ。勝ち越せてはいないけど、9勝もしてたら、大丈夫だよな。ひかみくん、今年は頑張ったね。聞いたところによるとキャリアハイらしいじゃないか。はい、そうなんです。オフの特訓で、伸びのある球を完全にマスターした結果、キャリアハイの成績を上げることができました。なるほど、伸びのある球で、成績も伸びたってことか、ガハハ。クビだ。決して今のラグに笑わなかったからクビということではないよ。私は今シーズン勝ち越さなかったら契約しないと言ったんだ。君はキャリアハイの成績を確かに残したけど、勝ち越せてはいない。だからクビだ。さっきのラグに笑っていたら、契約していたとか、そういうことは決してないからね。わかりました。たく、絶対あそこで笑ってたら契約してただろ。あんな親父ギャグで、笑えるかっつーの。よう、青年。またあんたか、俺は今機嫌が悪いんだ、あっち行け。少しは、お前のまっすぐはマシになったのか？ははは、俺は伸びと重い球を手に入れたんだ、この前のようには。よし投げていいぞ。だから勝負するって言ってねえだろう。たく、まあいいか、うさばらしにはちょうどいいぜ。行くぜおっさん。はは、どうだ？確かに、以前とはちげえなぁ。あふん。ははは、だせぇ。むわ。おいおい、ど真ん中だぜ。当たれ。おい、狙うな。ダーベンショーしろー。ははは。行くぜ、ラスト。ふんす。あふん。どうだー、参ったかー。合格だ。あん？ほんじゃ、また会おう青年。おいー、逃げんじゃねー。この時は、俺はまさかあんなことになるのは、思ってもいなかった。俺の名前はひかみ直球。直球一筋で、ここまで成り上がった男だって言ってる場合じゃねえ。俺は今、全速力で飛行場に向かっている。ふぅ、ギリギリ間に合った。おい、遅いぞ。すみません、ああ、なんでおっさんがここに？こら、監督に向かっておっさんとはなんだ。ええ、監督？詳しい話は後だ、全員揃ったな。行くぞ、決戦の地。アメリカに。俺はオリックスをクビになり、これからどうしようか考えていた時に、とんでもない情報が流れてきた。なんと、俺が日本代表に選ばれたのだ。確かに、クビになったものの、俺はキャリアハイの成績を残していた。だけど、まさか俺が日本代表って、もちろん、他の代表メンバーは、実績もあるすげえメンツだ。それに加え、素晴らしいコーチ陣。こりゃ大会で活躍すれば、プロ野球どころか、メジャーの球団に契約してもらえるかもしれないぜ。あのおっさん、眠いっていうのか。コーチ、あのおっさんいや、監督ってすごい人だったんですか？
お前、監督のこと知らないのか？監督は12球団を渡り歩き、全球団を日本一に導いたすごい人なんだぞ。12球団で日本一、でもいろんな球団を渡り歩いてるのは、俺と似てますね、あはは。お前みたいな無名と一緒にするな。なんでお前みたいな選手を、監督が選んだのか、本当に理解できん。機内で監督についていろいろ知ることができ、決戦の地アメリカに到着した。さあ、いよいよ始まるんだな。1次ラウンド初戦の先発は、日本のエースダルビッシュさん。メジャーでもバリバリ活躍している投球を、こんなに間近で見れるだけでも、最高だぜ。対するイスラエルの先発は、左のムーア、以上の両先発。さあ、注目のカード、まもなくプレイボールです。試合は投手戦を制し、日本は勝利した。日本1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローは。続く2戦目の先発は千賀さん。2点を取られるものの、今日は打線の援護もあり、5対2で日本の勝利。見事制しました。日本見事勝利です。さて本日のヒーロー。3戦目の先発は去年までチームメイトだった山本さん。試合は鈴木誠也さんのサヨナラホームランでサヨナラ勝ち。日本は3連勝で、1次ラウンドを全勝で突破した。入れ。おっさん、いや監督、一体俺の出番はいつですか？もう準決勝か決勝しかないですよ。あん、お前の出番んなもんねえよ。は？これだけの投手陣が揃ってるんだ、はじめからお前は戦力として計算なんてしちゃいねえ。少しでもこの大会を盛り上げるために、サプライズ要員としてお前を選んだだけだ。そんな。だが、お前にとってはいい経験になるはずだ。間近で世界トップレベルの野球を見れるんだからな。あとは自分で、盗める技術は盗むんだな。わかったら部屋に帰れ。俺はこの大会出番がねえらしいが、日本代表なのは事実。最後までチームの一員として応援するぜ。日本は乱打戦を制し勝利。これで決勝進出だぜ。はいはい、お疲れお疲れ。守護神の栗林さんは、ここまで安定したピッチング、リードして9回まで行けば日本の世界一は間違いないぜ。そして、決勝の相手はベネズエラ。1次ラウンドでは一度勝ってるし、今日も勝って、世界一だぜ。先発は、エースのダルビッシュさん。右のダルビッシュ。対するベネズエラの先発は、右のエステベス。この両投手の投げ合いです。さあ、歴史に名を刻むチームはどちらか、まもなくプレイボールです。試合は2回にベネズエラに2点を先制されてしまうが、3点目はなんとか防ぎ切る。2回の表が終わって2対0、日本先制点を奪われています。さあ、ここで試合の流れを左右するターニングポイント。日本は1点を返し、チャンスの場面も4番柳田さんは三振。このナックルボーラー、厄介そうだな。第2球投げました。打った、これ強烈、入れば逆転だ。伸びた。しかし続く岡本さんがそのナックルを捉え、逆転スリーランを放つ。いやー、岡本よくやったー。日本見事チャンスをものにしました。これで流れをグッと高めに浮いたナックルだったが、それを見逃さずにスタンドまで持っていく。日本のパワーも負けてないぜ。そして試合が動いたのは5回。打ちました、痛烈、入れば逆転だ。エースダルビッシュさんがまさかの逆転スリーランを浴びる。あのダルビッシュさんから5点を取るなんて、ベネズエラ打線も半端ないな。チームメイトからも祝福を受けます。ダルビッシュさんは降板し、さらにピンチの場面。ライトフライ、飛距離は出ていません。掴みました、タイヤ。どうか。おお、レーザービーム。せいや、すげえ方だな。このプレイはでかいで。5対4です。
その後両チーム1点ずつ取り8回。いったー、逆転に次ぐ逆転、6番の村上さんが逆転ツーランを放ち、日本が1点リードする。いやー、こりゃすげー決勝戦になったなー。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。1点リードとなったら、あとは日本の絶対的守護神、栗林さんで、逃げ切れるはずだ。はい。本気ですか？わかりました。おいしかみ、準備しろ。9回は栗林じゃなくて、お前で行くらしい。そんな、俺クローザーなんてやったことないっすよ。うるさい、いいからさっさと準備しろ。ああ、監督は一体何を考えてるんだ。俺はどうなっても知らんぞ。日本ピッチャーを交代します。マジで俺なのかよ。責任重大じゃねえか。抑えければ世界一決定となる大事なマウンドに上がります。しかも3番からホームランで同点の場面。やべえよやべえよ、どうすんだよこれ。逆転されて負けでもしたら日本に帰れねえよ。ホームランだけは絶対に気をつけないと。低めボールが回った。ボテボテの当たりはファーストゴロ。一塁はとりあえずワンアウト。あと2つアウトを取ればいいんだ。第9投げた、アウトロー、ボール。投球これから2球。落ち着け俺。投球はこれから3球目、見送ってボール。次は4球目、投げた、だコントロールが、逆転のランナーか。フィゲロア1塁に入りました。大丈夫ですかね。ダメだろうな。ちょま、今からでも栗林に。ダメだと分かっていてもやらなきゃならねえ時があるんだよ。さあ、このゲーム最大の見せ場となりました。日本落ち着け、ゲッツーで終わりだ。落ち着け俺。投げた、危ない球。第2球、やめ、打った、痛烈な当たり。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。まずは同点。バッターランナー二塁でストップ。ロサドタイムリーツーベース。日本なおもピンチが続きます。まだ同点だ。ここをしのげば絶対にさよならにしてくれる。今日3本のヒットを放っている。理想は三振。ここは外野フライも避けたい場面です。投げました。ボール。投げました。アウトコース低め。外れてボール。投げました。顔の前通過。第4球を投げました。だ、膝元を下げてフォアボール。ストレートのフォアボール。先ほどタイムリーを放っている。アンパイア、タイム。ここは外野フライも避けたい。監督、変えてください。俺じゃ抑えるのは無理です。栗林さんに変えてください。お前、今日全然球速出てねえな。え？どうせここで打たれたら先犯だとか、コントロールを意識したり、余計なこと考えてんだろ。お前にはまっすぐしかねえだろうが。そのまっすぐを、全力で投げりゃいいんだよ。それだけのことだ。そうだ、俺は余計なことばかり考えていた。目の前のバッターを俺のまっすぐでねじ伏せる。それだけを考えればいいんだ。はい、わかりました。ひかみ、任せたぞ。そして、ド派手に散ってこい。え？ひかみくん。ひかみ、何やってるんだ、ねじ伏せてやれ。俺のまっすぐは、絶対に打たれねえ。第9、くらえ。初球打ち引っ張った、クリーンヒット。打たれた、だと。ボールは中継。ベネズエラ、この前3点目。逆転。ベタンクール、タイムリー。俺の全力のまっすぐが、いとも簡単に。こんなこと、ありえねえ。これは、夢だ。そうだ、俺が日本代表なんかになれるわけねえじゃねえか。これは夢に違いねえ。投げた、打ちました、これはいい当たり。打球はそのまま伸びていく。監督、ピッチャー交代、栗林だ。10対7、ベネズエラリードを5点に広げます。結局、その裏日本は追いつくことができず、敗戦した。最高の瞬間を迎えています。見事世界一となったベネズエラ、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。俺は気がついた時は、自分の部屋にいた。
もしかして夢だと思ったが、どうやら夢ではなく現実だったらしい。逆転されてから、帰国して自分の部屋に帰るまでの記憶はないが、俺は大戦犯になっちまったようだな。ああ、これで俺のプロ野球人生も、終わっちまうのかもな。私の名前は水上清久。コントロールだけを磨いてきた男だ。私が話題になったのは、高校時代。テレビ番組のストラックアウトという企画で、3年連続パーフェクトを達成したことで、ミスターコントロールというあだ名がついた。この話題性のおかげか、なんと西武ライオンズから今回ドラフトで指名されることになったのだ。どこぞの直球バカもいるが、プロで一番大事なのはコントロール。ミスターコントロールの私が、プロでそれを証明してみせよう。これが私の今の能力だ。私の武器はもちろんコントロール。そしてまっすぐと動くまっすぐの2つを使い分けて、ゴロで打ち取るのが私の投球スタイルだ。球速は速くないし、スタミナもないが、抑えの1イニングくらいなら、なんとかなると思っている。私は開幕1軍に選ばれ、しかも西武のクローザーを担当することになった。西武の新守護神として、今日は華々しくデビューすることとしよう。ライオンズの先発は、右の高橋光成。対するバファローズの先発は右の山本。この両投手の投げ合いです。熱き戦いが幕を開けます。試合は西武が3点をリードし、私のプロ初登板が訪れる。3点をリードしています。さあ、記念すべき初登板、そして初セーブ、新守護神水上清久、行くぞ。立ち上がりに注目しましょう。8番からの下位打線、投げました。ボール。投球これから2球目。よし、悪くない。第3球は打った。ショートバウンド取った。よし、外崎軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。そう、投げた。打った。2塁ゴロ。そう簡単に動くボールは打てない。1塁送球アウト。ライオンズ勝利目前。打順は1番に帰って福田。第5球投げた。打ちました。中村交代。あ、詰まらせたがダメか。福田いいバッティングを見せました。バッターは2番、投げました。打ちました。レフトへ行った。ヒットになります。あとはアウトなのに。ここで吉田さんか。ホームランだけは絶対に避けなければ。投げました。打ちました。初球打ち。熊代ボールを取る。最後は連打を浴びたものの、無事初登板初セーブを挙げることができた。最後の連打はたまたまに決まっている。この調子でセーブを稼いでいくぞ。月日は流れ、前半戦終了。防御率 4.01、 1勝7敗、3ホールド、23セーブ。開幕戦の連打はたまたまではなく、明らかに自分の力が足りないことを表す結果に。7敗という成績は、はっきり言ってクローザー失格の成績だろうが、後半戦の巻き返し次第で、まだ見れる成績になるはずだ。さあ、後半戦初登板だ。最終回、1点差でマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。次は5球目。うや。打ちました。レフトに飛んだ。うめんね。レアのいいバッ。3球を投げました。打った。ライト前に出る。掴みました。ランナー一塁に戻ります。第2球投げました。打ちました。ライト前進。ここは大事に。よし、あとはアウトだ。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。エチェバリア、ホームラインには気をつけたい。アウトローへ。まずは見送りました。第2球くらえ。打ちました。ふらふらっと上がった。セカンドが落下点に入りました。取りました。ふ、ランナーは出したが、後半戦初セーブだ。1点差に届かず敗れました。さて、本日のヒーローはスパンジェンバーグ。前半戦の負けの数がかすむくらい、後半戦はしっかり投げていくぞ。そう意気込んだものの、シーズン終了時点の成績は、防御率5点ちょうど、2勝11敗、6ホールド、27セーブという結果に。結局、セーブの数も増やすことができず、負けの数は2桁まで増えてしまった。プロはコントロールが大事なはずなのに、と、どうしてだ。結局、セーブは今シーズン、5位という成績で終わってしまった。A クラスと B クラスの差がすごいシーズンになったな。今シーズンの投球回は54回ちょうど。
負けの数は2体。クローザーでこの成績はひどすぎるな。セーブ数はもちろんチームトップ。平さんに途中で変えずに1年間クローザーで使ってくれた監督には感謝だ。登板数は53で6位。奪三振は最下位の15個。まあ三振を取るより打たせるタイプだからな。失球の数は15個、奪三振と同じ数だった。まあコントロールに自信があってもこれくらいは出してしまうな。基本塁打の数は7本。クローザーに基本塁打は厳禁だからな。新人王のタイトルはさすがにこの成績では無理だった。月日は流れ、契約更改。やあやあ水上くん、そこに座りたまえ。失礼します。いやあ、毎試合面白い劇場を見させてもらったよ。あのスリル感がたまらない。それは、いいことなんですかね。おかげで、私の胃はボロボロだよ。まあ1年間投げて、君もコントロールだけではプロで通用しないことは身をもって実感したことだろう。その経験を次があれば次に生かすんだな。ということは、もちろん首だ。わかりました。月日は流れ、私は一応トライアウトを受けることにした。これが最後のマウンドになるのかもしれないな。さあ注目のゲームが始まります。バッターは1番清田。悔いのないように自分らしい投球をするぞ。1球目投げた。よし、これが自分の持ち味だ。次は動かして。2球を投げた。内角ボール球打った。ボテボテの当たりはショートゴロ。よし、ワンアウト。これでワンアウト。そしてバッターは中田。ここは相手の性格も利用して投げました。危ない、顔はいけません。これで打ち気になったところ。第2球はよし、計算通り。さあ3球目、これには釣られないか。よし、追い込んだ。いい球が決まっています。バットを出しません。ボール。さあフルカウント。さあ次で決められるか。うわ、打ちました。ファールグラウンドへ飛んじゃっています。切れていきます。ファール。とや、打ちました。ぐーんと左中間へ上がっている。よし、あと一人だ。掴みました。そしてバッターボックスは音坂。背番号33。第1球を投げました。ミッドへ一直線、指にかかったストレート。そや、投げました。内角ボール球打った。広沢ボールを掴んだ。回避セーフ。これはヒット。まあいい、ここはセットポジションでも変わらないの。アピールするチャンスだ。ここは迷うことなく次で走ってくるでしょう。まずは一塁牽制。一塁タッチセーフ。もう一回、これで走っては来ないだろう。まずは初球、初球見送って、ボールアグレッシブに攻めます。投球2球目、さあ発射した。くそ、でもバッターに集中だ。できません。第3球投げた。よし、追い込んだぞ。ストレートは1球外して、オールパシフィック先制のチャンス。ツーアウトランナー2。あっ、フルカウン。さあ何で来るか。打った。打球はファウルグラウンドに上がっています。ファウル。第7球を噴出。よし、渾身のストレート、見逃し三振。ここはバッテリーに軍配が上がりました。では、あ、ふう、自分の力は全部出すことはできた。あとは必要としてくれる球団があるかどうかだけだな。こいつの名前は光直球。大先輩として今は大の元プロ野球選手だ。光はワールドチャンピオンシップベースボールの日本代表に選ばれた。日本は決勝に進出し、ベネズエラとの対戦、1点リードの9回に監督はここまで一度も登板機会のない光をマウンドに上げた。誰もがクローザーの栗林さんが出てくると思っていただけに、敵だけでなく味方まで騙すサプライズ采配。しかし、そのサプライズ起用も裏目に出てしまい、光は大炎上し、大戦犯になってしまったわけだ。もちろん、光
上だけでなく監督もこの采配を猛烈に批判されることになったのだが、しかみは帰国後ずっと家に閉じこもっていると聞く。だから今日は私が直々にしかみを立ち直らせようとここまで来たのだ。ちなみに私としかみは高校時代同じ地区内のライバル高校同士、私とは正反対の選手なだけに妙な親近感はあったが、仲はそれほど良いとは言えない関係だったな。おい、しかみ、開けろ。おい、開いてるじゃないか、まったく。おい、しかみ。お前は誰だっけ。水神請求だ。ああ、お前か。高校時代同じ地区のライバル校のスタミナが全然なくて、すぐ下手って、コントロールだけしか取り柄のないやつ。確かにその通りだが、お前は私をそんな風に見ていたのか、しかみよ。思っていたより元気そうじゃないか、日本の大先輩くん。うるせえ、ほっとけ。やはり、まだ落ち込んでいるようだな。よし、しかみ、特訓をするぞ。特訓？お前の投球は見ていられないほど、ひどいものだったぞ、特になんだあのコントロールは。コントロールがなくても、俺のまっすぐなら。そういうことを言っているのではない、あまりにも濃厚すぎると言ってるのだ。ぐぬぬ。最低限のコントロールがなければ、この先絶対に通用しないぞ。喜びたまえ、ちょうど私もセーブをクビになって暇をしていたところだ。私がお前のコントロールを、磨く指導をしてやろう。おお、ほんとか？そうだ、今までの俺の課題は早いけど重くない球、そしてコントロールだった。重い球は身につけることができたが、コントロールはまだだ。コントロールが良くなれば、俺はまだやれるかもしれねえ。よし、水神、ぜひともよろしく頼むぜ。ふん、任せておけ。キャッチャーは、友達のあそこのお前くんだ。あそこのお前、よろしくな。やべ。おい、まずはその嫉妬をなくせ。はは、手が滑っただべ。この濃厚。おりゃ。よし、あと2球。どうだ。あと1球。ふんす。よし、オッケーだ。それじゃ、ここからが本番だ。その動く的に当てろ、できれば的のど真ん中にな。えへん、そんなの簡単だぜ。やべ。もうそれはさっき見たぞ。あはは、ほんじゃ行くぜ。ちぃ。ぬわ。球速はまだいらない、とにかくカウントを取るイメージで投げろ。そい。そうだ、球速を落としてでも、ストライクが必要な場面はあるからな。なあ。そいや。的の動きが。集中しろ、どんどん難しくなるぞ。よし、その調子だ。だあ？褒めたらこれだ。さあ、もう1セットだ。よっしゃ、今度こそ。おお、いいぞ、でも調子に乗るなよ。おお、いいじゃないか。へへん、慣れればこんなの楽勝だぜ。こいつ、意外とセンスがあるのか？だあ？ラストだ。ふんす。よし、オッケーだ。なかなかいいセンスじゃないか。えへん、俺はやればできる男だからな。よし、水神、キャッチボールでもしようぜ。いいだろう。やべえ。まったく、まだまだ特訓が必要だな。ちょっとボール取ってくるぜ。おーい、すまねえ、そのボール取ってくれ。おーい、聞こえてねえのか？ボール。たく、なんだよ、ボール取ってくれってい。うわ、あぶねえ。なんだよお前、あぶねえじゃねえか。あん？バット？そうかあんたも野球やってんだな。ちょうどいい、俺と一打席勝負しやがれ。ふん、よかろう。行くぜ。ふ
進むか。おりゃー。あっ、なにだ、負けたー。こんなんじゃダメだ、水上、もっと特訓だー。ふん、変な野郎だ。おい、うん、ゴミは捨てていけ。え、バットがこっぱみじんに、あいつの弾。こら、お前たち勝手な行動はするなと言っておいたじゃろ。ふん、監督か。こら、今はその呼び方で呼ぶなと言っておいたじゃろ。ドクター F と呼べ。それはそうと、今俺たちと一緒にいるところを見られるとまずいんじゃないのか。だから勝手な行動はするなと言っとるのじゃ。わしはあれの調整が忙しいんじゃからな。おとなしくしておけ、よいな。ふん、いい歳して、お人形遊びに夢中か。これが、俺にとって、こいつらとの初めての出会いだった。だが、こいつらと戦うのは、まだちょっと先のお話。おいらの名前は雷神さんだ。東京ヤクルトスワローズに、ドラフトで指名されたところっす。おいらは高校時代、自慢の脚力を生かして盗塁しまくり、地元では誰もおいらのことを指すことはできなかったっす。おいらが憧れている選手は、もちろん偉大なる盗塁記録を作ったあの人、おいらもあの人みたいな選手に、絶対なってやるっす。これが、おいらの今の能力。おいらはまっすぐ走るのは得意だけど、メーランは苦手。とにかく塁に出て、ひたすら走っていくっす。おいらはなんと、開幕1軍、そしてさらに、1番ライトのギュラーにまで指名された。監督はおいらに期待してくれているんだ。絶対活躍してやるっすー。エースの小川、対するタイガースの先発は、右の西、この両投手の投げ合いです。熱き戦いが幕を開けます。右の西、マウンドに上がりました。通算1回の裏、これから記念すべき初打席の相手は、西投手。プロ入り初打席を迎えます。いきなり変化球。第2球。投げた。おや、打ったんやたりだ。よし、初打席初ヒット、いただきすー。サンダー、いいバッティングを見せました。プロ初打席で見事ヒットが出ました。そして、ここからがおいらにとっての本番。決まったストライク。まずは見送りました。第2球、あ、遅れたっすー。投球ストライク、ボールを2連。あ、ダメかー。初打席初ヒット、初盗塁と、うまいことはいかなかったっす。おいらは2打席目にもヒットを放ち、また盗塁のチャンス。ライト前のヒットになります。サンダー、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。次は決めるっすよー。第1球、よし、いける。塩見さーん。くそー、いいスタートだったのに。第2球、投げました。うん、でもないバッチっす。さあ、1、2番でチャンスメイクして、山田さんっす。第9、投げました。ほう、強い当たり、入れば勝ち越しだ。伸びた、伸びていった。不評、さすが山田さん。プロの打球は、やっぱりコイコイとは比べ物にならないっすね。山田、これで2打席連続のホームラン。初球をうまく捉えました。チームメイトが迎えます。山田さんに負けじと、おいらも3打席連続ヒットす。クリーンヒットです。アッドアクソン級サンダー、ナイスバッティングです。西さん、交番。さあ、今度こそ初盗塁。行くす。投げた、危ない球、キャッチャー2塁。よし、初盗塁。ここから、おいらの盗塁人生が始まるす。試合は結局最初、勝利の儀式す。次の試合も盗塁機会があったものの、塩見さんとの息がなかなか合わず。せいぜい、おいらはベーラン苦手だからきついっす。うん、セフセフ。前半戦終了時点の成績、打率2割3分6厘、ホームラン5本、22打点、そして盗塁はたったの3つ。打率の低さは確かにあるけど、それにしても盗塁数が少なすぎっす。うまく塩見さんとの息を合わせていかないと。月日は流れ、中日との21回戦。おいらはプロ1年目から初体験をすることになるっす。ドラゴンズの先発は右の柳。対するスワローズの先発は右の奥川。以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。
優勝、優勝っすー。万歳、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 万歳。いやー、まさか1年目から優勝できるなんて思ってもいなかったっす。でも、オイラの成績は全然、残り試合で少しでもいい成績になるように頑張るっすよー。最高の瞬間を迎えています。見事ペナントレースを制したスワローズ、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。セリーグを制したスワローズ、数々の素晴らしい、ふう、オイラは未成年だからビールかけには参加できなくて残念っす。よう、雷ボーイ、おじさん誰っすか。ここは関係者以外入ってきちゃダメっすよ。まあまあ、そう固いこと言うなって。ところでお前、なんでもっと盗塁しないんだ。なんでって、そもそもまだ塁に出ることすら、オイラには難しいっすからね。ほんじゃ、日本シリーズで悪いに出たら絶対走れ。え？絶対っすか？そうだ、絶対だ。お前ならやれる。絶対盗塁できる。気合だ気合だ気合だ。おお、オイラはできる。絶対盗塁できる。気合だ気合だ気合だっすー。この変なおじさんとの出会いが、オイラの野球人生に大きな影響を与えるとは、この時は1ミリも思ってなかったっす。さらに月日は流れ、ヤクルトはクライマックスを勝ち進み、日本シリーズに出場することになったっす。日本シリーズの相手はオリックス、ここまで来たなら、絶対勝って、日本一もいただくっすよ。右の山本、対するスワローズの先発は、投げるサイレント系小川、この両投手の投げ合いです。日本シリーズでは、あの変なおじさんに言われた通り、オイラ悪いに出たらとにかく走りまくったっす。投球ボール、二塁送球、これは悠々性、ツーアウトランナー一塁という場面で、塩見、今日はここ、これは楽々性です。でも、シーズン同様、塩見さんとの息は、なかなか合わないことも。取りました、これでスリーアウト。そして、日本シリーズは、惜しくも負けてしまったっす。オイラももっと打って、盗塁を確実に決めれる選手なら、悔しいっすー。ついにバファローズがやりました。ファンの夢を実現してくれました。本拠地京セラドームで宙に舞います。オイラの今シーズンの成績は、打率2割2分2厘、ホームラン5本、29打点、6盗塁という結果に。盗塁の成功失敗以前に、塁に出ないと何も始まらないっすー。シーズンオフ、みっちり打撃を磨く必要があるっすねー。今シーズンのヤクルトは、2位巨人と 7.5 ゲーム差をつけての、優勝。オイラは規定打席到達者の中では、最下位の打率っす。ホームラン数は、8位だったっす。打点も、規定打席到達者の中で、最下位。三振の数は、4位。オイラの課題は、ミート力っすね。盗塁の数は、4位タイ。盗塁成功率は、6割6分7厘だったっす。オイラも塩見さんくらい、走れる選手に絶対なってやるっすー。月日は流れ、契約更改。やあやあ、雷神くん、そこに座りたまえ。失礼するっす。君は一番バッターとしては、全然の成績だったな。申し訳ないっす。まあ、だが今シーズンうちは日本一にはなれなかったが、優勝はできたからな。多めに見て、もう一年契約してあげよう。お、ほんとっすか？絶対来年は、打って走りまくってやるっす。期待しているよ。ふう、てか優勝してなかったら、オイラは1年でクビだったってことっすか。プロの世界は厳しい世界っすね。よう、雷ボーイ。おお、変なおじさん。どうやら一応契約はしてもらったみたいだな。それでお前、シーズンオフはどう過ごすんだ？自主練をみっちりするつもりっす。それなら、俺がしごいてやろう。おお、変なおじさんと自主トレっすか。こいつ、性格は全然違うが、能力はあいつと少し似てるな、しごき甲斐がありそうだぜ。そうと決まれば、早速始めるぞ、気合だ気合だ気合だ。うおー、気合だ気合だ気合だすー。オイラの名前は雷神さんだ。盗塁を極めるために、日々精進中っす。
オイラはヤクルトスワローズに入団し、1年目は不甲斐ない成績だったものの、なんとか契約更改してもらったっす。このシーズンオフは、たまたま知り合った変なおじさんとみっちり特訓して、オイラも成長することができたっす。おっさんとの特訓では、ミート力を鍛えたのと、オイラの武器である走力をさらに磨いたっす。数字にすると、両方10ずつ上がったっすね。これで、去年より打率も伸びて、盗塁も増えるはずっす。今年は絶対、打って走って活躍してやるっすよ。さあ、いよいよ2年目のシーズン開幕っす。おっさんとの特訓の成果を、バッチリ披露するっすよ。1回戦の模様をお送りいたします。カープの先発は右の大瀬良。先発は大瀬良さんっすか。手強いっすね。小川、この両投手の投げ合いです。熱き戦いが幕を開けます。さあ、いきなりかましてやるっす。開幕戦は勝利、でもオイラは打てなかったっす。まあ、まだ1試合目っす。気にせずなるべく早く今シーズン初盗塁を決めるっす。続く2試合目、早速そのチャンスが来たっす。第3球います。あ、マジっすか。左ピッチャーからの盗塁は難しいっすね。ノーアウトランナー1塁という場面で塩見。先発は左の石田さん、でもビビってたらダメっす。まずは見送りました。第2球遅れたっす。危ない球、キャッチャー二塁。変化球で助かったっす。これがオイラの今シーズン初盗塁っすよ。さあ、ここからバンバン走るっすよ。やばーなー。牽制決まりました。くそー、悔しいっす。そんなこんなで月日は流れ、前半戦が終わったっす。オイラは打率2割4分3厘、ホームラン3本、23打点、13盗塁、去年よりかは、かなり数字は良くなってるっす。この調子で、後半戦も打って走っていくっすよ。よう、雷ボーイ。あ、変なおじさん、いやこれからは師匠と呼ばせてもらうっす。ははは、師匠か、なんかかっけえなー。ところで、とりあえず今のところは順調みたいだな。師匠との特訓の成果がしっかり出てるっす。だが、後半はどうしてもバテ気味になるからな。しっかり気合い入れていけよ。うっす、気合い入れていくっす。気合だ、気合だ、気合だーすー。さあ、しっかり気合いも入ったところで、後半戦初戦っす。相手はジャイアンツっすね。バンバン打って、走っていくっすよ。スワローズの先発は、投げるサイレント系小川。対するジャイアンツの先発は、右の古川。この両投手の先発が発表されています。キャッチャーは小林さんすか。でもひるまずいくっす。ノーアウトランナー一塁という場面で塩見。さあ、初回から行くっすよ。おっと、飛び出している。危なかったっす。行くっす。これはストライク。よし、変化球だったから余裕だったっすね。今シーズン14個目の盗塁を決めています。しかし、師匠の忠告が見事に当たってしまったっす。結局後半戦は、負けてしまって、思った以上に盗塁数は伸びず、打率2割5分1厘、ホームラン4本、30打点、17盗塁という結果だったっす。打率はなんとか2割5分に乗ったけど、盗塁はせめて20盗塁は決めたかったっすね。昨シーズンは優勝だったヤクルトは、今シーズンはまさかの最下位だったっす。去年よりオイラは成績を伸ばしたけど、チームの成績は全然伸びなかったっす。オイラは、チーム3位の打率だったっす。今シーズンは、みんな打率が低かったっすね。ホームランの数は、チーム7位、去年より1本減ったけど、オイラはホームランに興味はないからオッケーっす。打点は、チーム6位タイ、去年より1打点増えたっす。三振の数は4位タイ、ミート力は上がったけど、相変わらず三振は多いっす。盗塁の数は、山田さんと並んで2位。去年より11個増えて、成功率も上がったっす。今シーズンは、塩見さんが不調だったっすね。うまくオイラと塩見さんの 1,2 番コンビがハマれば、絶対またヤクルトは強くなるはずっす。月日は流れ、契約更改。やーやーライジンくん、そこに座りたまえ。失礼するっす。今年は去年よりかは、
頑張ったようだね。しっかり特訓して、成長したっす。しっかり練習して、成長したことはいいことだ。来年もしっかり頑張ってくれたまえ。他球団で。どういうことっすか？わからないのかね。君はクビということだ。おいらがクビ。塩見くんが今シーズン調子を落としたのも、君が塁に出てちょろちょろして、集中できないからだったらしいじゃないか。塩見さんが今シーズン不振だったのは、おいらが原因だったっすか？申し訳ないことをしてしまったっす。君は本当なら去年の時点でクビだったんだ。優勝したからたまたま残留できただけなんだし、今年は最下位だったんだからクビは当然だろう。言われてみれば、その通りっすね。まあ、どこも獲得する球団がなかったら、うちが拾ってあげるから、心配しなくてもいいよ。ほんとっすか？ああ、君は足が速いからね。ヤクルトレディーではなく、ヤクルトボーイとしての配達員としてだがね。あはは。ひどいっす。絶対見返してやるっすー。さらに月日が流れ、オイラはトライアウトを受けたっす。投手は牧田さんっすか？牧田さんはクイックが上手いっすからね。ここで打って走ればアピールになるっす。よし、ヒットっす。セカンドまで行けたけど、盗塁をアピールするために一塁で止まるっす。超高速クイックの牧田さんから2投、そして3投まで決めて、オイラは猛烈に自分の武器をアピールしたっす。さあ、ここが試合の分岐点となりそうです。さあ、打つ方でもさらにアピールするっすよ。すごいスローカーブっす。投げました。ふんす。流し打ち、どうだ。よし、またヒットっす。オールセントラル1点先制。続きます。絶対にオイラは生き残ってやるっす。ふう、出せる力は全部出し切ったっす。あとは連絡を待つだけっすね。雷ボーイ、お疲れさん。あ、師匠、見に来てくれたっすか？嬉しいっす。どこでもいいから、連絡が来るといいな。ほんじゃあ、連絡が来ることを信じて、特訓すっか。おお、特訓するっす。気合だっすー。そして、ここでオイラは、将来の相棒に出会うことになるっす。拙者の名前は風神空。今しがた、千葉ロッテマリーンズに、ドラフトで指名されたところでござる。拙者は高校時代、自慢の脚力を生かし、スリーベースを量産したでござる。それがスカウトの目に留まり、こうしてプロ入りすることができたでござる。プロでも自分の長所を生かし、スリーベースを打ちまくってやるでござるよ。これが、拙者の今の能力でござる。拙者はベースランニングには自信があるでござるが、どうも盗塁は苦手でござる。足が速いのに、盗塁が苦手なのはもったいないとよく言われるでござるが、とほほ。福岡での開幕戦、拙者はなんと一番レフトで起用されたでござる。井口監督の期待に応えれるように、しっかり頑張るでござるよ。ホークスの先発は、右の石川。対するマリーンズの先発は、右の二木。この両投手の投げ合いです。熱き戦いが幕を開けます。右の石川、マウンドに上がります。さあ、注目のさあ、初打席でござる。プロ入り初打席を迎えます。投げました。初球は変化球でござるか。第2球投げました。はい。ああ、正面でござるか。列車の珍しい構えに、ホークスの選手たちの視線を感じるでござる。サードライナーに倒れています。甘い。ボールはライナーです。よし、初ヒット。拙者の脚力も見せるでござる。ふう、取られてたらアウトだったでござる。さあ、チャンスでござる。また甘い。よし、行くでござるよ。ああ、これがカイキャノンでござるか。拙者は次の打席でもヒット。これで猛打賞でござる。第3球を投げました。打ちました。行くでござるよ。一塁ランナー一気に三塁へ。よし、見たでござるか。この積極的な走塁こそ拙者の武器でござる。
盗塁が苦手な分、走塁で目立つでござるよ。拙者は5打席目にもヒットを放ち、デビュー戦は4安打と大当たりだったでござる。ほう、あの風神ってルーキー、面白いな。確かに積極的な走塁だが、あれじゃ暴走気味だ。こやしご気概がありそうだぜ。前半戦終了時点の拙者の成績でござる。打率2割7分2厘、14打点、1盗塁、プロ初ホームランはまだでござる。まあ、ここまではそこそこやれてはいる自己評価でござる。後半戦も、ロッテの1番バッターとして、貢献していくでござるよ。そして、月日は流れ、シーズン終了。打率2割6分8厘、ホームラン1本、21打点、3盗塁。パワー F ながら、プロ初ホームランを打つことができたでござる。苦手の盗塁は、やっぱり増えなかったでござるね。打率もプロ1年目なら、まあ悪くはない成績でござろう。ロッテの今年の成績は、まさかの最下位。1番バッターとして、不甲斐ない、穴があったら入りたいでござる。それでも拙者は、チーム2位の打率だったでござる。安打数は、チーム5位。高校時代では量産していたスリーベースは、まさかのゼロ。やっぱりプロの守備力じゃ、そう簡単にスリーベースは打てないでござるね。打点は、チーム9位。指定打席到達者の中で最下位だったでござる。三振の数はチーム8位。盗塁の数はチーム6位。成功率も低く、やっぱり盗塁は苦手でござる。月日は流れ、契約更改でござる。やーやー風神くん、そこに座りたまえ。失礼するでござる。プロ1年目のシーズン、ご苦労だったね。チームは最下位だったが、君は1年目の割には活躍した方じゃないかな？ありがたきお言葉でござる。来年も不動の1番バッターとして、チームを引っ張っていってくれたまえ。ロッテの切り込み隊長として、しっかり仕事をさせていただくでござるよ。おお、それは頼もしい。君は盗塁が下手だからね。それで1番なら最低でも3割、期待しているよ。さ、3割でござるか、が、頑張るでござる。ふう、とりあえず契約はしてもらったでござるが、正直プロ2年目で3割は、人要望が大きすぎじゃないでござるか？それだけ期待されているってことでござろう。そうでござるかねー、で、お主一体何者でござるか。ここは関係者以外、立ち入り禁止でござるよ。まあまあ、ところでお前、どうやって3割打つ気なんだ？どうやってって、練習するしかないでござろう。それなら、俺がしごいてやろう。だからお主、一体何者でござるか？なあに、かつて二刀流として、それなりに活躍して、今はただの流れ者でござるよ。よく見たら赤髪の二刀流、どこかで聞いたことがある気がするでござる。さあ、早速始めるぞ。結局、拙者はこの謎の人物にゴリ押しされて、特訓を受けることになったでござる。その特訓の結果、パワーと走力が、10ずつ伸びたでござる。これで目標の3割に届くかはわからないでござるが、特訓の成果はちゃんとあったでござるね。感謝するでござる。プロ2年目の、前半戦終了時点の成績でござる。打率2割4分9厘、ホームラン3本、12打点、5盗塁。特訓でパワーがついたおかげで、ホームランはすでに3本、盗塁も去年より伸びてるでござる。いやー、ホームランを打つのは気持ちがいいでござるな。あの感触、やみつきになりそうでござる。ああ、やっぱりあいつ、勘違いしちまってるな。何のためにパワーをつけさせたのか、全くわかっちゃいやしねー。スリーベースを増やすために、外野の頭を越える打球を打てるようにしてやったのに。まあ、よくハマるパターンなんだけどな。それだけホームランは魅力がある。だが自分の持ち味を見失っちまったらおしまいだぜ。まあいい、あいつのことだ。ここで助言するより、一度失敗した方がよくわかるだろう。月日は流れ、シーズン終了。打率2割3分1厘、ホームラン4本、25打点、7盗塁。後半戦は、ホームランをうとうとうとしてしまい、打率も下がり、結局ホームランも1本しか打てなかったでござる。拙者は完全に、自分を見失っていたでござる。拙者はホームランバッターではないのに、少しホームランが増えたからと、勘違いしてしまったでござる。
一番バッターとして、不甲斐なし、穴があったら、入りたいでござる。チームは、あと一歩のところで、クライマックス出場を逃し、4位。拙者がホームランなんて狙わずに、しっかり一番バッターとしての役目を果たしていたら、3位にはなれていたでござろう。打率は、チーム6位、去年に比べてかなり落ちてしまったでござる。安打数は、5位タイ。結局、今年もスリーベースは打つことができなかったでござる。打点は、チーム7位。三振は、チーム5位、ホームランを狙った分、去年より増えたでござる。盗塁は、チーム5位。特訓の成果で、足が速くなった分、数も成功率も上がったでござる。月日は流れ、契約更改でござる。やーやー風神くん、そこに座りたまえ。失礼するでござる。それにしても、今年の君の成績は散々だったね。とても一番バッターとは思えない成績だよ。かたじけないでござる。私は君に3割を期待したんだ。ホームランじゃなくてね。さすがに2年目で3割は無理だとしても、去年以上の打率は残せば OK だと思っていたのに、本当に残念だよ。まあ、まだ君は若い。これも勉強だ。次の球団では、同じ失敗をしないように頑張ってくれたまえ。ということは、クビだ。プロ2年目でクビになってしまったでござる。ははは、ホームランに夢中になった。代償はでかかったな。笑い事じゃないでござるよ。これで拙者も、流れ者でござる。何言ってんだ、お前にはまだトライアウトがあるだろ。そこでしっかりアピールしてこい。まあ、もう十分身に染みたと思うが、お前らしさをアピールしてくるんだぞ。拙者らしさ、でござるか。さらに月日は流れ、トライアウトでござる。拙者らしさ、アピールするでござるよ。と、盗塁、まあ、みんな生き残るために必死でござるからね。さあ、集中なに。なんでござるか、あのいがぐり頭は、あまりにも、自分勝手すぎるでござるよ。ノーサインで突っ込んでくるなんて、頭おかしすぎでござるん。とっさに拙者も反応したでござるが、ノーサインでスクイズなんて聞いたことないでござるよ。ははは、やっぱりこいつら面白い。俺が目をつけただけはあるぜ。ふう、疲れたでござる。ナイススクイズだったな。あのイガグリ頭、どうかしてるでござるよ。ちょうどいい、ちょっとついてこい。雷ボーイ、お疲れさん。あ、師匠、見に来てくれたっすか？嬉しいっす。ちょ、そのイガグリ頭と、知り合いだったでござるか？まさか、この第一印象最悪のイガグリ頭が、将来の相棒になるとは、ここでは1ミリも思っていなかったでござる。風神。雷神。令和のスーパーカートリオ。うおー、やったっす、やったっすよ。なんだ、相変わらず騒がしいやつだな。むむ、お主も来てたでござるか。おー、風神、ここに来たってことは、風神も球団から連絡があったっすか？うむ、その通りでござる。おー、実はオイラも連絡があったっす。ほう、そりゃよかったな。ほんで、どの球団から連絡があったんだ？阪神でござる。え？おいおい、お前ら二人とも阪神なのかよ。ポジションも同じがいやらしい。盗塁と走塁の得意不得意は違えど、似たようなタイプを取るのかよ。うおー、風神、負けないっすよー。こっちこそ、雷神、負けないでござるよ。そうと決まったら、さらなる特訓だな。グランド33周、これを4セットだ。さっさと行ってこい。ふふふ、俺はその間楽しみにしてたあれを見るとするか、うふふ。ふう、疲れたっす。くたくたでござる。あれ？師匠？なんか顔色が悪いっすよ。ま、マジかよ。こんなことが。どうしたでござるか？うん、野球？ああ、そういえば今日は日本対アメリカの決勝戦だったっすね。奥井監督ともバッテリーを組んだことがある解説の眠いさん、この結果、いかがでしょうか。
メジャーリーガーも招集して、はっきり言ってこれ以上ないメンバーが日本は集まっていました。まさかこんな結果になるなんて、信じられません。ああ、日本は負けちゃったっすか。どうやらそのようでござるね。ただ負けたんじゃねえよ。え？完全試合だ。にゅー、よくやった。今回のデータもさらに取り入れ、お前をさらに最強の選手にしてやるからな。ガッハッハ。先に戻っていなさい。おお、これはミスター W。あなたの援助のおかげで、研究は順調に進んでおりますぞ。いやあ、こちらも探し回っているのですが、なかなか尻尾を出さなくて。わかっております。おお、コーチ、お久しぶりです。つかみ、私はもうただの逃避コーチではないぞ、ヘッド、コーチだ。おお、コーチ出世したんですね。こうしてお前をまた獲得できたのも、ヘッド、コーチになれたからだ。監督にお願いしたら喜んで承諾してくれたよ。本当にありがてえ。まあ、国際大会は残念だったが、お前のそのまっすぐは魅力だからな。うちの戦力として、期待しているぞ。はい、今度こそカープの一員として、しっかり貢献します。こうして、俺は1年の浪人生活を経て、再び広島カープに入団することができた。この間水上の的当て特訓で、コントロールを磨いてきたからな、コントロールは普通レベルまで上がったぜ。さらに月日は流れ、俺の今季初登板の試合。あ、あの選手見たことあるっす。国際大会の最後で打たれた選手っす。あん、こら、雷神。申し訳ないでござる。悪気はないでござるよ。今日投げるっすか？楽しみっす。失礼するでござる。なんだ？あいつら。あいつらは風神と雷神だ。コーチ。ヘッド、コーチな。風神雷神の1、2番コンビ、それに3番の近本を合わせて、令和のスーパーカートリオとして売り出していくらしい。令和のスーパーカートリオ？まあ、塁に出したらめんどくさいってことだ。へへん、俺のまっすぐでねじ伏せるだけだぜ。しっかり頼むぞ。マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対阪神タイガース3回戦の模様をお送りいたします。カープの先発は帰ってきた速球投手氷上、対するタイガースの先発は左の高橋。この両投手の投げ合いです。さあ、間もなくプレイボールです。マウンド上ピッチャーこのマウンド久しぶりだな。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、そうです。一番はこいつの方か。投げた。つかみの相手ってあのダイナミックなフォームをやめてシンプルなフォームでコントロールを上げたのか。ほら、どうした。確かに早いっすね。投げた。あぶん。へへん、どうだ。ライジン、一打席には要するというところでござるか。空、第9投げました。むむ、評判通りの速さでござるね。投げました。アウトローいっぱい。でも、いくら速くても初戦まっすぐだけでござる。雷神が見捨てないと拙者もう好きにならないでござる。1打席目は様子見、2打席目で風神雷神の力を見せつけてやるでござるよ。ほらはは、は、手も足も出ずか。続く近本さんも拙者たちが塁にいないとお聞きなしでござる。令和のスーパーカートリオ、全然じゃねえか。氷上、初回は素晴らしい立ち上がりです。さあ、打順もオイラからす。オイラたちの力を見せつけるに、うってつけす。ふんす。じい、出しちまったか。雷神ナイスでござる。さあ、ここからが風神雷神、そして令和のスーパーカートリオの、恐ろしさでござるよ。さあ、来るでござる。盗塁もあるな。第9投げた。おっと。ほら、効かないっす。第2球、走った。投球ストライク、二塁送球。じい、俺のまっすぐのスピードでも、させねえのか。雷神の盗塁は、そう簡単にはさせないでござるよ。二塁へ牽制を。こいつら、まだなんか仕掛けてきそうだな。第3球は
バントバントしました。三塁線点々としている。クッソ何風神、ナイスバントス。うまく決まったでござるね。なんなんだよこいつら、うっとうしすぎるぜ。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面。まあいい、バッター集中だ。また盗塁。ははは、残念だったな。残念だったのは、そっちでござる。風神雷神コンビで、一点数。投げました。うわ。打ったいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく。センター交代。塚本さん、ライバッチス。その後畳みかけられて、これは同点に追いつかれる。意外と脆いでござるね。これは次もいけそうでござる。逆転されちゃったっすか。運がいいっすね。うるせえ。投げた。初球外れてボール。さあ次の投球。投げた。2球目ストライク。投げた。はい。打った引っ張った。あ、少年数。掴んでアウト。ワンアウト。雷神は出れなかったでござるが、ここは近本さんとつなぐしかないでござるね。もらいでござる。初球打ち。本当にうっとうしいやつらだぜ。バッターランナーは一塁決定二塁へ。ソラいいバッティングを見せました。これで今日は先ほど今度は何を仕掛けてくる気だ。走ったエアバント。初球から送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。ただのバントじゃねえか。ランナー三塁に進みました。タイガース。第2球ほら打った。痛烈な当たり。あー畜生。大山さんナイスっす。これで同点でござる。俺は7回でマウンドを降りたが、その後も風神雷神のコンビネーションを見せつけられた。余裕数。さあ次の投球。いただき。インコース引っ張った。これはヒットになります。2塁ランナーそのままホームへ向かった。タイガース1点返しました。ソラタイムリーツーベースヒット。次が4球目。投げた。ああ、やべえ。ストレートのフォアボール。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。打ちました。痛烈。入れば逆転だ。いった。入った入った。ホームラン。大山さんさすがっす。令和のスーパーカートリオの後ろに大山さんがいるのはすごく心強いでござるね。初球を完璧に捉えました。タイガースやりました。これその後もリリーフ陣が大炎上し、俺の広島復帰登板は大惨敗という結果に終わった。風神雷神、令和のスーパーカートリオ、かなり厄介なライバルになりそうだな。俺は7回を投げて、4失点の内容だった。畜生、令和のスーパーカートリオ、今度は負けねえぞ。あ、おいあんた。あん？今日は一人なんだな、ちょうどいい。あんたも野球できるんだろ？俺と勝負だ。何言ってんだ？邪魔だどけ。この前もボール拾ってくれなかったし、あんた冷たい人だな。さっきからお前は何を言っているんだ。初対面のくせに慣れ慣れしい野郎だ。初対面？あんたこそ何言ってんだ。以前もここで会ったじゃねえか。お前と会うのはこれが初めてだ。俺は忙しいんだ。やっと奴らが尻尾を出したようだからな。そこをど、いや待てよ。おいお前、俺と似たような奴に会ったのか。似たも何も、あれは本当にあんたじゃなかったのか？一緒にビー玉みたいな目をした奴もいなかったか？いたぜ、そいつに俺は撃たれちまったんだからな。おいどこだ、どこでそいつらに会った、教えろ。グルジー。どこだ早く言え。よし、ちょうどいい、ほんじゃ俺と勝負してくれたら教えるぜ。ちぃ、めんどくさい野郎ね、よかろう。おりゃあ、ふん、なに？負けた。さあ早く言え、どこでそいつらと会った。ここで、数ヶ月前かな。ちぃ、情報はそれだけか。だが、奴らが日本、それにこの付近にいることは、やはり確かのようだな。それだけでも失格だ。あばよ。あ、お前見たところプロ野球選手のようだが、そのまっすぐだけじゃプロでは通用しねえぞ。なんだと。そうだな、ただのまっすぐじゃなく、浮き上がるまっすぐなら通用するかもな。まあ、お前にそんなまっすぐが投げられるかどうかは知らんがな。じゃあな。
ただのまっすぐじゃ通用しない、浮き上がる、まっすぐ。そうだ、それだ。こうして、俺の浮き上がるまっすぐを、手に入れる特訓が始まった。コーチ。ヘッド、コーチな、どうしたすかね。俺を、無期限の二軍落ちにしてください。完成、必殺、ライジングショット。きっかけは、些細な出来事だった。名前も何も知らない、あの男の一言。ただのまっすぐじゃなく、浮き上がるまっすぐなら通用するかもな。まあ、お前にそんなまっすぐが投げられるかどうかは知らんがな。そう、俺に必要なのはただのまっすぐじゃねえ。浮き上がるまっすぐを投げれれば、俺は絶対にこの先も通用する。ということでお願いします。と言われても、いやぁ、困ったなぁ。この人は眠い臨時コーチ、中日時代臨時コーチとして初めて出会い、俺に重い球や伸びのある球を指導してくれた人だ。詳しくは知らねえけど、現役時代はすげえピッチャーだったらしい。浮き上がるまっすぐか、そうだ、ひかみくん、パルプンテという、ナックルに似たような球なら、僕も教えることができるんだけど。コーチ、俺が変化球に頼らないこと知ってますよね。あはは、だよねー。俺は浮き上がるまっすぐを手に入れるまで、無期限で二軍落ちを決めた。それくらいの覚悟を持って、俺は浮き上がるまっすぐを手に入れようとしてるんです。なるほど。わかった。君の覚悟に僕もとことん付き合わせてもらう。まだ僕には時間があるからね。よっしゃー、絶対浮き上がるまっすぐ、手に入れてやるぜ。こうして俺と眠いコーチの、浮き上がるまっすぐを手に入れるための特訓が始まった。どうやったら球が浮き上がるのかを勉強したり、滝に打たれたり、寒いごま行をしたり、あちあちとにかくいろいろなことを試した。辛いです。そうして気づいたら3ヶ月の月日が経っていたのだった。今日の解説は、眠い監督です。よろしくお願いします。今日の広島の先発はひかみ直球、今シーズン初登板以降、二軍落ちし、二軍の試合にすら一試合も出場していなかったと聞きます。眠い監督、今日のひかみの登板、どう思われますか？今日は彼の新しい姿を皆さんは目の当たりにすることになると思いますよ。非常に楽しみです。さあ、神くん、あとは今日結果を出しさえすれば、君の国際大会での失敗も世間は忘れ去ることだろう。そうなれば、僕は君を。ひかみ。ヘッドコーチ。まったく、お前というやつは。俺が監督に頼み込んで、なんとかお前を入団させることができたのに。開幕早々自ら無期限の二軍落ち、3ヶ月経ってようやく昇格してきやがって、俺の立場ももっと考えてくれよ。すみません。というのは冗談だ。え？まあ、いろいろ言われたのは事実だが、俺はお前を信じて待ち続けていたからな。今日は他の連中の手のひら返しするくらいのピッチング、期待してるぞ。コーチ、もちろん、絶対活躍します。あ、ひかみす。あん？そうか、今日の相手はまたお前たちか。3ヶ月も2軍で何をしていたでござるか？ 2 軍でも1試合も投げてなかったと聞いてるでござるよ。ふふふ、それは今日対戦してみればわかるぜ。この前のリベンジしてやっからな。おお、楽しみにしてるっすよ。自信満々でござるね。また風神雷神、令和のスーパーカートリオの餌食にしてやるでござる。マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対阪神タイガース15回戦の模様をお送りしてまいります。カープの先発は目覚めた速球投手ひかみ、対するタイガースの先発は右のガンケル。この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなくプレイボールです。打ちまくってやるす。まずは1回の表、バッター来るす。スーパーカーサンダー、ほら外角低め。今球が浮き上がった。見間違いでござるか。なんすか今の球。雷神の表情を見るに、見間違いではないようでござるね。ひかみ直球、これは楽しめそうでござる。
球目。インコース高め、この球やばいっす。ストレート。ほら。打ちました。あ、当てるので精一杯っす。一塁送球アウト。これでさあ見せてもらうでござるよ。令和のスーパーカー空。さあ打席で見ると一段とコップしてるでござるね。あ、ストライク。これで追い込みました。ほらよ。うわ、ライジングショット、空振り三振。てい、ちい、まだコントロールが右バッターボックスは大山。クソったれ。走った。うっし、結局3人だぜ。その後も下位打線相手に俺は三振を量産していく。投げました、ストライク、空振り三振。投げた、三振。まさに日の出るような。投げました。じゃあまずい、完全に立ち上がりのらせてしまったでござるね。次の回はオイラからす、絶対塁に出てやるっすよ。0点に抑えています。ゲームは中盤戦に入ります。浮き上がっても結局はまっすぐだけす、大したことないっすよ。へへん、打てるもんなら打ってみやがれ。投げました、見送ってボール。投げました。あ、入ってるっすか。伸びのあるストレート、ボール、外角高め。投げました、ジー、振らねえか。投げました、これは引っ掛けた林。あ、ダメっすか。大臣がダメでも拙者なら。令和のスーパーカー空、今日は早いでござる。投球これから2球目。これもしかし空振り。投球は3球目。そりゃあ、うん、あ、封じん。えい、打ちました、飛びつく。お、ようやく初ヒットす。梅野第5球ほら、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。2アウト。でも点差的にももう日上との勝負だけに集中するっすよ。とにかく最低でも1本は打つす。第3球は3球目、ストライク、伸びのあるストレート。投げた、ボール。第5球くらえ。あ、浮き上がって入るっすか。ボールからストライクにされたらお手上げっすよ。6回の表が終わって10対0です。ここからの楽天はほぼ無理でござる。それなら雷神の言うように、ここからは神との勝負にだけ集中するでござる。1球目空振りから第2球、投げた、外角低め、外れてボール。うら、もらい、打ちました、飛びついた。だあ、マジか。封印、ないバッチス。しかし神は全く動じない。ピッチングを披露するでござる。ストレート、アウトコース高め、はい、見逃し三振。最終回、オイラからすね。あと1イニングよろしくです。オイラも絶対1本打って終わるす。令和のスーパーカー、3打。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。1球目ストライクから。投げた。うん、ギリギリす。ライジングショットは外れてボール。投げた。アウトコース高め、ストライク。タイミング合いません。投げました。アウトコース高め、ボール。投球これから5球目。うんす。だー。まさに日の出るような。あのアウトローの球、要注意でござる。スーパーカー空。今日はここまで3打数1安打、2三振。第2球。投げました。外角高め、外れてボール。投げました。空振り、追い込んでいます。投げました。見送ってボール。さあ投球は5球目。ほらーて。くん、前に飛ばないでござるか。バックネットの前でボールを掴みました。あと一人、いける、いけるぜ。インコース高めストライク、いきなり166キロ決まってストライク。さあいよいよあと1球。投げた、アウトコース高め、ライジングショットは外れてボール。投げた、ボール。さあ投球は5球目。投げた、ボール。くそ、振らねえ。これであっと引っ掛けた。よっしゃー、乾杯っす。すごい武器を手に入れたでござるね。よっしゃ、お立ち台だ。長いこと待たせて申し訳ねえ。でも遅れた分後半戦は投げまくってチームに貢献するから応援よろしく頼むぜ。対戦投手はガンケル。俺は9回を投げて被安打4、11奪三振、1四死球の完封勝利だった。ひかみー、よー、見事リベンジしてやったぜ。すごいっす、あの球なんすか。いやー、乾杯でござるよ。へへへ。
見くん。眠いコーチ。ナイスピッチング。これで君のまっすぐはプロ野球や世界でも通用するまっすぐになったに違いない。世界でも？いやーそんな。僕は君を信じる。ひかみくん、君を日本代表メンバーに選出するよ。日本代表メンバー？風神くん、雷神くん、君たちもだ。え？拙者たちが日本代表メンバー？コーチ、ちょっと待ってくれ、話がわからねえよ。ああ、すまない。素晴らしいピッチングを見てつい熱くなってしまった。僕は、東京オリンピックの日本代表監督になったんだよ。ええ？日本代表監督に？ぜひ、君たち三人の力も貸してもらいたい。うおー、おいらが日本代表、やったっす。雷神と一緒なら、日本代表でも風神雷神のコンビネーションを使うことができそうでござるね。ひかみくん。日本代表。ああ、ひかみは一度戦犯になったから、トラウマになってるっすねー。こら、雷神。今の君は、あの時の君とは全く違うだろ？コーチ。君はライジングショットを手に入れたんだ。僕は世界でも通用すると言ったが、あれはお世辞で言ったわけではないよ。そうだ、あの敗戦以降、水上にコントロールを鍛えてもらって、今こうしてライジングショットという武器も手に入れた。ひかみ、一緒に戦うっす。拙者たちがいるでござる、バックは任せるでござるよ。そうだな、ここではライバルでも、日本代表ならこいつらは心強い仲間だ。よっしゃー、必殺ライジングショットで、日本を金メダルに導いてやるぜ。うおー、やるっすよー。楽しみでござるね。よし、これでメンバーは決まった。絶対取るぞ、金メダル。おー。